どうも、関東です。さて、今回の動画は、モンスターストライク、リゼロコラボ、クリスマスコラボですね。の、動画をやっていきたいと思います。それでは、やっていきましょう。はい、さっきね、モンストガチャ動画撮ったんで、ガチャ動画の結果気になる方は、もうさっきのね、動画、見てください。はい、前回の動画見てください。はい、今回の動画は、僕はね、去年やった時に、リゼロコラボ来てて、あと、パックとか死亡銃とかいう機能知らなくて、パックもゲットできてなかったんですよね。で、死亡銃、モンストのキャラの中で死亡銃で一番最強なのが、このパックなんですよ。で、それで、やっとね、入手できるので、もう超嬉しいです。モンスト復帰勢として、なんだっけ、リゼロで復帰したので、もう超嬉しいです。リゼロのためだけに僕はもう、モンスターストライクを復帰したので、今回パックやっていきたいと思います。とりあえずまずはパックやっていきます。これでいいかな。よし、やっていきましょう。すげえ、こんなステージあったんだね。パー、僕を呼んだかな。うわ、パックめっちゃかわいいな。うわー、すげえ、こんなステージあったんだ。そんなに僕の力が欲しい？照れるな。すげえ、こんなステージあったんだ。そんなに僕の力が欲しい？照れるな。この音楽いいっすね。めっちゃ好きなんだわ。ちょっと聴きましょうか、曲。聴きます。いやー、いいっすね。最高っす。あー、ごめん、すごく眠い。いやー、もう神曲すぎてやばいっすね。最高です。じゃあ究極じゃねえわ、超絶いきましょう。超絶、うわ、やっとゲットできた。マジ超嬉しい。ありがとうございます。こう、一番欲しかった死亡銃。なんで俺はこの死亡パックをゲットしてないんだって、もう何回思ったことが。やったぜ。やったぜ。やりました。ありがとうございます。いやー、ほんとマジ後悔してたんだけど、ほんとね、よかった。やっともう後悔残ってないっす、もう1ミリも。ほんと最高。ガチャももう全部引き切れたし、最高っす。リゼロ最高ってことで。と、次が、なんだっけ。超絶行きましょう。
超絶行って行きましょう。やばい、ダメージオールめちゃくちゃ痛いんだけど、これやばいな。呼んだかな。いいっすね。よっしゃ行くぜ。そんなに僕の力が欲しい？照れるな。全モンストユーザーもう四五十バックのねえ欲しいでしょ。危ないなこれ。何時信ずるところを出す。そんなに僕の力が欲しい？照れるな。ダメージオール対策必須っすね。いやいいっすね。またこの神力か。神だ。このリゼロのキャラステージを、窓マギのアルティメット窓かでねクリアするっていう、すごいなモンスターストライク。すごいね、すごいコラボだな。でもめちゃくちゃ高価だな、よくよく考えたら。オッケー、お四方発動した。お、5個もらえるんだ。オーブやばい。じゃあもうこの200集められるのかな。超絶で200、究極で200上限だから400集められるんですね。なんで400、このコラボ期間中に集めていきたいと思います。はい。これは引き続き頑張っていきます。ってことで、もう一クエストくらいいけそうなんで、もう一クエスト行って、今回の動画終わりにしたいと思います。追憶の書庫で、このね、期間限定でこのキャラたちが全員復活してるんですよ。エルザとガーフィールと、あとペテルギウス。ペテルギウスは1日1回やって7個も7体ゲットできるっていう。で、あとメイリーと、あとビルフェルム・バン・アストレ、あ、うん、ビルフェルムですね。ビルジーとか呼ばれてるですね。なんでこのキャラたちはもう全員ね、運極にしたいと思います。星子のキャラはラック90までなんですけど、なんでちょっと追憶の書庫のキャラはやめとこう。誰にしよっかな。エルザにしましょうか。エルザですね。エルザ今来てないんで復活させます。トラベルベルで。うわーやべえ、初見だ。やろう。なんだろうこれ。マインスイーパーと減速壁。あ、じゃあ、アルティメットマドカでいきますね。やっていきましょう。アルティメットマドカ。
あ、レム連れてっか。レム連れて行きましょう。よし、やってきます。やばい、初見っす。初見プレイです。いやもう今回ガチで全員運極にできるからマジで嬉しい。よっしゃ、行ってきましょう。前回ね、始めた時はもうランク1でしたから、本当に全員運極とかもうできなかったから、いや本当嬉しい、今回余裕でできるから。いいっすね、サンタコスしてるエルザめっちゃいいっすね。超良くない？これはイラストレーターさんとかこのアニメ会社がなんだろうやってるのかな。クリスマス用のイラストを描いてモンストに提供 してるのかな。天使に合わせてあげるわ。何この演出。あ、結構硬いな。何時信ずるところを出す。もっと楽しませてちょうだい。え、これキャラボイス新しくなってんの、入ってんのかな、これ多分そうだよね。やらかしたわ。もっと楽しませてちょうだい。さてラスゲの曲が 何なのかな、超気になる。リゼロ2期やね。いやこれ聞きましょう、聞きましょう、聞きましょう。ねえ、マジいいね、超いいね。じゃあ倒していきましょう。素晴らしい。これはもう嬉しいですね。ユーザーは嬉しいっすよ。あー、オーブ5個もらえるんだ、いいね。いや、いいっすね、いいっすね、マジでいいっすね。
本当クリスマス来たんだなって感じします。年末って感じがガチでします。いやもう最高です、マジで最高。お、運極ボーナス来た。あ、これ持ってきたな、よし。で、今回なんか、来た。死に戻り、ドキドキクリスマスミッションがあるみたいです。B に進む。あ、今、難易度究極のコラボクエストクリアしたから、達成条件。なるほどね。じゃあ B に進みましょう。B に進めるよと。うい。ミラクルミンだ。うん。オッケー、なるほど。次がコラボキャラを1体以上編成してコラボクエストをクリア。なるほどね。わかりました。じゃあこれも開催期間中やっていきましょうか。もうこれも全部クリアしたいと思います。1月3日までですね。オッケー。報酬が、あ、線形の書とかか。エルザルートクリアで特玉、メイリールートクリアで特玉、エミリアルートクリアで、なるほどなるほど。いろいろもらえるわけですね、報酬が。いや、いいっすね。全体マップ、すげえ。あ、これ条件隠されてるのでもすごいっすね。わかんないっていうのがね。なるほど。OK っす。で、メイリーが、明日来るのかな？多分明日来ると思うけど、で、ペテルギウスも明日来るのかな？なんで、そのメイリーとペテルギウスが来たら、また動画撮って出そうと思います。ちょっと一旦見てみますか、タイムスケジュール。クエストでイベントで、この右上の、時計のマーク。あ、今日来るんだ。今日17日なんでメイリー行きますね。予約しとこう。あ、今日ペテルギウスとメイリーが来ますね。OK です。わかりました。ということで、また次回もね、メイリーとペテルギウスの動画撮ってアップしたいと思いますんで、はい。最後ガチャ引くか。どっち引こう。まあ、こっちだよね。こっち引こうか。2回引いております。せっかくクリスマスなんだよね。ちょっと引きましょうか。なんか、エミリアタンになんか申し訳ないけど、本当にエミリアタンも欲しかったんですよ。エミリアタンも好きだから。あ、出ませんでした。ということで、はい。OK。よし、動画撮りましたね。はい、ということで、今回も動画ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次、ペテルギウスとメイリーの動画出そうと思いますんで、最後までご視聴いただきありがとうございました。では、まあ、また次のね、動画見たいよって人は、グッドボタンとチャンネル登録してくれたら、チャンネルがね、盛り上がれますんで、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。